こんにちは、西アクラソンの山根さん。今回はですね、素敵な動画を上げていただきましたね。やっぱりね、感謝を忘れない気持ち、これが山根さんの一つの特質だと思うんですよ。YouTube ライブをやって、YouTube じゃない、Zoom ライブですか。いろいろと手違いがあってね、私の方もご迷惑をおかけしました。で、一部にはね、山根さんのことをやっぱりこう、信用してね、Zoom のライブに行こうかなと思ったら、あれおかしいなっていうのもありまして、アクセスできなかったって方もいらっしゃったと思いまして、これは私の不徳といたすところでですね、非常にご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。でもね、こういうことも通じながら、そのネット活動っていうのが広がっていくと思うんですよね。で、よくね、SNS とか YouTube を通じて、すごく心を痛めてしまう方とかっていると思います。今回のライブでもちょっとお話したんですけども、やっぱりね、私たちは、このインターネットを使ってどういうふうなね、もう楽しさとか素晴らしさとか、それから嫌なことがあった時にどういうふうにね、そこから回復していくかっていうことを、私たちは先に生まれて育っているものとして動画を通じて伝えていくことができると思うんですよね。で、今中学生高校生の方が SNS を通じてね、ものすごく嫌な思いしたりとか仲間外れにされたりっていう問題は確かに起きてきますけども、これはひとえに私たちの背中がそういうふうなことを語りかけているんだろうなっていうふうに捉えられるんですよ。私たちの発信によってそれを受けた人が社会を作っていくっていう部分もあると思いますので、私たちはね、助け合ったりとかね、励まし合ったりとか慰め合ったりする、そういうふうなね、なんか鼓舞し合う姿を見せることによって、インターネットで情報発信するっていいなっていうふうに感じてもらえればなと思うんですよ。で、実際山根さんの動画を見てね、私すごくね、まさに思うのが、山根さんの背景ってのは四季折々変わっていくじゃないですか。私も西アクラソンにお邪魔した経緯もありましてね、本当に自分のことのように後ろの風景を愛おしく思うんですよ。こういったこととかね、で、山根さんのファンの方に対して捧げる敬意とかっていうのね、考えた時に、なんかね、その教育に生かせるって言ったら大げさなんですけども、そのインターネットを通じた人間関係っていうのはまさにね、リアルで展開されている関係よりも濃いところがあるなと思うんですよ。実際山根さん、まだお会いになってない何人かの方とすごく強い信頼関係結ばれてますよね。でも片っぽではね、もしかしたら地域でお住まいになってまだ口も聞いてない方っていらっしゃると思うんですよ。わずか1キロも離れてない方とまだね、言葉も交わしてない。でも片っぽでは1000キロも離れた東京の方とすごくいい関係になってる。これがだからね、インターネットの使い方なんじゃないかなと思うんですよ。インターネットのこちら側に自分がいて人がいるように、向こう側にも人がいてその暮らしがある、そんなことがね、私はいつもすごいなと思うところなんですけどね。まあ本当に今回はね、山根さん、ありがとうございましたの動画を YouTube でつながるわっていうね、お金で買えない僕の財産で書いてますけど、本当その通りでございます。私たちは結局ね、人によって生かされて、人によって認められて、人によって、なんか励まされているっていうかね、生かされているのかなと、まあ言葉がぐちゃぐちゃになっちゃいましたけども、嬉しいことだらけだと思うんですよ。ですので、これからも、人のね、素晴らしいところをどんどん表現していければなと思ってます。まあその中でね、私がね、麻生財務大臣は結構ね、叩いてる動画はどうなんだっていうのはね、ちょっとここで置いとかしてくださいね。置いといてくださいね。権力者は叩いていきましょうってことですからね、私の場合はですよ。でも山根さんはね、いつも人を、なんか癒している、そんな素晴らしい歌や動画、送っていただいてるんじゃないかなと思います。私も非常に誇らしいです。また、ズームのライブ、一緒にやりましょう。それでは、失礼します。